久保さん。まあ、すみません、宗教ですね。まあ、傍から見たら気持ち悪いでしょうね。うん、でも気持ち悪いんですよ。うん、だって気持ち悪くないですか？周りにいてます？なんか動画撮って、なんか商品売って、自分で自由な生活してる人って、周りにいないじゃないですか。一部の変態、気持ち悪い人ですよ。うん。だからまあ、なんすかね、いろんな趣味思考があるので、まあ、車が好きじゃない人、例えばね、昔年収200万円でフェラーリ乗る人が車にパイセン TV だったか出てましたけど、傍から見ると車に興味ない人からすると気持ち悪くないですか？なんでそこまでして生活費削って年収200万しかないのに、全部ガソリン代とか、ガソリン代も満タンに入れられないんですよ。常にまあ半分みたいな。でも削りに削って全部フェラーリにぶち込むみたいな。他から見ると気持ち悪いですよね。なんでそこまでみたいな。でもその人はそれが好きなんですよ。だから人それぞれ、久保さんが好きな人もいれば僕が好きな人もいるし、そこにお金が回ったりとか、フェラーリが好きな人はお金がなくてもフェラーリにお金払うだろうし、払っててだからね、気持ち悪い存在になることが大事なんじゃないですかね。うん、フェラーリも気持ち悪くないですか？なんで車なのに何千万もすんのみたいな。普通の人から見たら、まあ、車に興味ない人から見たらね、ただの移動するのになんでそんな何千万も金払うのと、軽でええやんと。今の軽自動、昔と違って今の軽自動車めちゃめちゃいいですからね。なんで何千万もしてね、燃費悪い、クソ悪いね、しかもでかい、車庫困るフェラーリ乗んのっていう気持ち悪いですよね。物の見方を変えるとね。だからね、気持ち悪い人間になろうぜって話ですね。いってらっしゃい。